最後なんか10回転以内に赤保留外して、さらに次回予告の最終号キリーチまで外した。そんなんある普通で。累計ハマり朝から0回転、あの朝から0当たり0で1200までハメた。めちゃくちゃディープだね。4万。ヒント今日は祝日でも台風の日は出るっていうジンクスもあるんが、卵買って帰る。アルイさんの解説で取り戻そう。ああ、それでね、11月11日ポッキーの日だけど、飛行機で九州行くことになりそう。出るまでやるよ。もうこれ以上突っ込んでも出る気がしない。コロッケ買わないから負けるんだよって。何コロッケ。そしたら福岡空港までリスナーさんが迎え来てくれるって車で。台風の日はコロッケ祭りの。そうなの。どこで。車来たいの。4万。正確に言うと48,000。困ったな。昨日原油じゃないわ、天然ガスが取れてればな、5万ぐらい負けても平気だったんだけど。船でゆっくり行くのもいいぞ。どうがいいんだ、どうやって行く。今のところ飛行機が一番安くて早いっていう感じだ。飛行機なら当日前乗りしなくても間に合いそうなの。新幹線が高いでしょ多分。時間がかかるように、しかも前乗りでしなきゃダメだし、多分新幹線だと。いや多分春日さんは来ないよ。春日さん来ないけど、まあ、あの記念に。いや多分福岡航空でいくらって言ったかな、6000円だか、早め予約すれば6000円だかいくらだかで、9000円だかで行けるって片道。南米なら死刑って何の話。ああ行かんきゃよかった。ドタラさんお疲れ様です。みんな投げ銭してくれ。テッサもおはよう。
歩き歩き、うん、雨降ってるから。とりあえずいつもの駐車場で作戦、もうパチンコは離れた、もう卵買って帰る、うん、花火が見たいよ。4万8000円ぐらい負けた。お願いだよ。ああ、行かんきゃよかった。もう二度と行かん。てかさ、次回予告でさ、最終号切り位置外すか普通。でもな、5点牌だったからな、嫌な予感はしたんだよ。今日はね、熱いリーチはいっぱい見たけど、全部外れた。ストーリー系のリーチで、もう外した。3回初号機の目が光ったのにな。卵買ってくるわ。一回終わりますね。あ、かまぼこ買わんきゃな。かまぼこも買っとくわ。